おはようございます。かわねどうでもいいチャンネルです。今日はちょっと体勢を変えてみました。スマートフォンをちょっと高いところに置いて、で今日はいつも僕が勉強したり、作業している机に座って動画を撮っていこうと思います。はい、仕事はまだ始まらないので少しだけ話そうかなと思ってます。今日はちょっとマルクスのその後について少しだけ、マルクスじゃなかった、ナポレオンのその後について少し話していければいいなと思ってます。ナポレオンがこれまでまず革命が起きて、ナポレオンというものが、ナポレオンが出現し、で国民国家をというものを形成していくという、形成していったということをお話しして、で国民国家というものが、教育、軍事で、そして軍事で立憲主義じゃない軍事、議会制、そして資本制というこの3つの形態を軸に国民を包括し、そしてその国民の中から、自由に軍に参戦したり、で教育、議会に選挙し、そして自分が投票したものを、国会、議会に参戦させると、でそして自由に資本制に参加し、経済を回していくというその形を作ったと。でそういった国民のその自由な、自由にそういった、国家運営に参加していく中で重要だったのが教育だったというところまで話したと思います。で次にナポレオンは一体どのような出生どのように生まれ、そしてでどのように生涯を終えたかという話を今日はちょっとしたいなと思います。ナポレオン・ボナパルト1769年生まれで、死んだのは1821年です。で元々は軍人ですね。軍人でフランス革命が起き、その後の混乱、つまりいわゆる王様、例えばルイ16世であったりっていうのを国民、フランス人たちが処刑し、自分たちで国を運営するという形が起こった時に、ヨーロッパの各地の王様たちはそれにブチギレるわけですね。でブチギレて、フランスへと進軍してくるわけです。で進軍した時にナポレオンがナポレオンをその軍の天才だったので、それをそのナポレオンを登用し、
めちゃめちゃ勝ちまくるという話だったんですけど、まず生い立ちからちょっと説明します。1769年のコルシカ島のアジャクシオで生まれました。でコルシカ島っていうのはもともとイタリアなんですね。コルシカ島半島のこの端っこの方にある島なんですけど、そこで生まれて、でフランスに入っていくんですけど、まあいろいろと、まあ、ちょっとそこはもう少し割愛せずにちょっと喋りますかね。島を追われてフランスで一生暮らすと決めて出世したしだしたのが1994年と、それまであのコルシカ島に住んでいたんですけど、でブオナパルテ家っていうのが本当 の, あの名前で、イタリアのトスカーナ州に起源を持ち古い血統貴族だったと、まあ、そもそもイタリア人だったということですね。で祖先はで、それがジェノバ共和国の傭兵隊長としてコルシカ島に渡り、16世紀の頃に土着したと。で、判事であった父カルロは1729年に始まっていたコルシカ独立闘争の指導者パスクル・パオリの副官を務めた。で、ナポレオンが生まれる直前にフランスに転向したと。で、戦後寝返りへの見返りとして報酬を受け、事実上のフランス貴族と同等の権利を得たと。ただ、まあ同等の権利を得たものの、貴族としては身分の低かったそうです。で、ナポレオンは、その後ナポレオンは修道院付属学校に短期間だけ入って、で1779年貴族の子弟が学ぶブリエヌ陸軍幼年学校へと国費で入学します。で数学で抜群の成績を収め、1784年にパリの陸軍士官学校に入学。で士官学校で騎兵歩兵、砲兵の3つの科があって、彼が専門したのが砲兵つまり、大砲を撃つ兵士ですね、であったと。で大砲を用いた戦術は後の彼の命運を大きく左右されると、ここにあのウィキペディア書いてあります。すみません、ウィキペディアの情報です。でそこでとしてあの砲兵士官として1785年に任官します。1789年にフランス革命が勃発し、フランス国内の情勢は不穏なものとなっていくが、コルシカ民族主義者であった当時のナポレオンは革命にはほぼ無関心だった。ナポレオンはしばしばコルシカ島へ長期帰郷していると。1792年に、アジャクシオの国民衛兵隊中佐に選ばれるが、ブナパルテ家が親分派であったことから英国に逃れているコルシカ島独立指導者パスカル・パオリの腹心で、ナポレオンの遠い親戚にあたるポッツォ・ディ・ボルゴラが親英によってブナパルト家を、断交決議を下されると。でそこでナポレオンや家族はコルシカ島から追放され、マルセイユにと移住したと。はい。で1793年に原隊に復帰すると、それからタイに昇進し、ナポレオンはフランス軍の中でも、王党派奮起の鎮圧を行っていたカルト将軍の南方軍に所属したと。トゥーロン攻撃戦に出征し、前任者の負傷を受けて新たに歩兵司令官となり、そこから その後そこから現場で歩兵司令官と、司令官として活躍しだしたのがこの辺からですね。で、フランス革命、もともとは
反革命側の反乱軍だったのかな、彼は。オート、あ、じゃあオート派、うん、鎮圧だ、うん、そう、革命軍を、革命軍を、抑える側であったと。のが何か書いてありますね。本当にそうなのかな。で、パリにおいて、王党派の運気がバンディミエール、1795年起こり、で、の反乱が起こった。バンディミエールの反乱が起こった。この時に国民公開 軍司令官となったポール・バラスは、トゥーロン攻撃戦の時に派遣議員であったため、知り合いのナポレオン副官として登用したと。実際の鎮圧作戦はこの副官となったナポレオンは、ほぼ一任した結果、首都市街で一般市民に対して大砲を撃つという大胆な戦法を取って鎮圧に成功したと。もともとこの人は革命を抑える側であったんだね、やっぱり。で、これ、この後に師団陸上、括弧中尉総統に昇進し、国内軍副司令官まで上り詰め、ついに国内軍事司令官の役所を手に入れると。で、その後、デジレ・クレラリーとの婚約を反抗にして、貴族の未亡人で、ポール・バランスの愛人でもあったジョセフィーニ・ド・ブル・アルネと結婚し、総裁政府の総裁となったバランスによって、ナポレオンはイタリア方面軍の司令官に抜擢されたと。フランス革命へのオーストラリア干渉に端を発したフランス革命戦争が欧州各国を巻き込んでいく中、総裁政府はドイツ側の忍法制のイタリア側の一方面を持ってオーストラリアを包囲攻略する作戦を起図しており、ナポレオンはこのうちのイタリア側からの攻撃をに任されたのであると。まだこの辺では革命が起こって、まだ王党派、つまり王様主義的な、保険主義的な側が、あのフランスでは中心であったんだなと。まあこのルイ・ボナパルトなんかを読んでみるとよくわかるんですけど、これですね、これルイ、カール・マルクスのルイ・ボナパルト、これあのこの人はナポレオンの一個に当たる人なんですけど、そう、まだ議会制はあるものの、中心になってたのはその保守派、つまり王党派であったんだということが分かりますね。あ、王党派とプロレタリア派と、あ、王党派と共産主義者と、で、ブルジョア階級のこの選挙がずっと繰り広げ、でついにはこの人が、ルイ・ボナパルトさんが、あ、違うな、フランス共和制だ、共和制だった、共和制の中でその、プロレタリアとやプロレタリアの共産主義派やブルジュア階級やブルジュア派のその議会議員や、王党派のもともと王族だった人たちのそのいくつかのその議員たちが共和制の中で議会議員としてこう議会の中で争っていたんですが、いつの間にかこのルイ・ボナパルトっていう人がクーデターに成功し、この独裁権力を敷いていくと。まあ、選挙で決まったんですけどね、この人。選挙で決まり、その後独裁制を敷いていくという、この面白い、これもぜひちょっと読んでみてください、面白いんで。はい、という形で、はい、あ、まあそうですね、戻ります、話。戦争していたと。イタリアとドイツが攻めてきて、それを抑えるのにあのナポレオンは従軍していったと。
ちょっと飛ばします。でその後1797年にウィーンへと攻め入り、同年4月にはナポレオンは総裁政府に断ることなく講和条交渉に入った。そして10月にはオーストラリアと漢方フェルミオ条約を結んだ。第一次対不大同盟は崩壊し、これによって対、第一次対不大同盟は崩壊し、フランスはイタリア北部に広大な領土を獲得した。いくつもの衛星国を建設し膨大な戦利品を得た。このイタリア遠征をフランス革命戦争からナポレオン戦争への転換点と見られる見方もあると。ここが多分重要なんですね。でフランスへの帰国途中、ナポレオンはラシュタット会議に儀礼的に参加し、12月パリへと帰省した。フランスの英雄ナポレオンは熱狂的な歓迎を持って迎えられたと。はい。でちょっとオスマン帝国とのいざこざがあり、その後オスマン帝国の支配下であったエジプトを、1798年に攻撃すると。でピラミッドでの戦いで勝利したカイロに入場、ピラミッドの戦いで勝利したカイロに入場した。しかしその直後、アブキール湾の海戦でネルソン率いるイギリス艦隊にフランス艦隊が大敗したと。もうそこら中で戦争してるわけですね、この時期は。ナポレオンで、フランスが大敗し、ナポレオン軍はエジプトに孤立してしまったと。12月イギリスの呼びかけにより再び対フランス大同盟が形成されたと。フランス本国も危機に迫った。1799年にオーストラリアにイタリアを返還と奪還され、フランスの民衆から総裁政府を降壇する声が高まっていたと。シリアのアッコンの砦の敗北もあり、これを知ったナポレオンは自軍を自称のクレーベルに託し、エジプトに残したまま側近のみを連れ単身フランス本土へ舞い戻ったと。でフランス民衆はナポレオンの到着を歓喜を持って迎え、ナポレオンはブルジョアジーの意向を受けたエマニュエル・ジョセフ・シエスらとブリューメール18日のクーデターを起こす。はい、ここで来ました。ここでフランス、その後のフランス国民国家を形成する重要な転換点ですね。この1798年の11月にクーデターを起こしたと。まあそのオマージュで この人がまた、おいっ子がまたクーデターを起こすんです。でこれは実質的に独裁権を握り、このその後実質的に独裁権を握り、まあもしこれ失敗したらナポレオンはエジプトから敵前逃亡罪および国家犯罪による死刑される可能性もあったのに、そんなことをしちゃったということですね。野心家なんですねこの人。統領ナポレオン、統領政府の第一統領、第一執政となり政権の座についたナポレオンであるが、内外に問題は山積みしてた。まあこんだけ戦争したりとか勝手にクーデターすりゃそうだ、そりゃそうですよね。まずイタリアの再獲得を目指した。当時のイタリアの侵入路は直接フランスからトリノに向かう峠道、地中海沿いのリグリア州の2つの有名な峠道、ジェノバ方面、まあこの辺ちょっとよくわかんないな、まあイタリアの方にもイタリアをまた取りに行ったんですね。オーストリアに取られたイタリアをさらにもう一度また取り返そうと動き始めると。でその後、まあいろいろと苦戦を強いられる中で、1800年6月14日マレーゴンの戦いにおいてオーストリア軍に劇的に勝利したと。別部隊の指揮官でありナポレオンの友人であったドゼーはこの戦闘で亡くなったと。でその後12月にはドイツ方面のホーリエン・リンデンの戦いでモロ将軍の率いるフランス軍が
オーストリア軍に対処した、翌年2月にオーストリアは和訳に応じてリュネイビルの和訳、ライン川の左岸をフランスに譲渡し、北イタリアなどのフランスの保護区としたと。この和訳をもって第二次大不大同盟は崩壊し、またこう終わりましたね。フランスとなおも交戦するのはイギリスのみとなった。イギリス国内の大不強硬派の失脚や宗教、労働運動の問題、そしてナポレオン率いるフランスとしても国内統治の安定に力を注ぐ必要を感じたことなどにより、1802年に3月にはアミアンの和訳で講和が成立したと。はい、日本はその後どうなったかな、ちょっと見てみますね。ああいいわ、いやいや、この話するとちょっと長くなる。やだ。まあその後その後、そう、こっからそのナポレオンが国民国家というものを作っていくんですけど、全国的な税制度、行政制度の整備を進めると同時に、革命的に壊滅的な打撃を受けた工業生産力の回復をはじめ、産業全般の復興に力を注いだと。その後フランス銀行を成立し、通貨と経済の安定を図った。そこでまず資本制を作ったんですね。で次に、法律を作り、ナポレオン法廷を交付したと。ここで初めて万人の法の前の平等や国家の世俗性、信教の自由、経済活動の自由っていう、この国民国家的なものを初めてできた。でそこで教育改革にも尽力し、公共教育法を制定すると。公共も、交通網の整備を精力的に推進した。つまり経済のぐるぐるを回すと同時に、そのぐるぐるを回す中でやっぱり教育された国民が必要だったんですね。はい。でその後、敵対関係にあったローマ教皇との和解も目指したナポレオン、まあ、こんな、信教の自由なんかを掲げると、やっぱりキリスト圏では、まあ、面白くないのはローマ教皇なわけで、まあ亀裂の入ったローマ教会との和解を目指したと。で1801年に教皇ピウス7世との間に聖教条約コンコルダートを結ぶと。国内の宗教対立を緩和した、また革命で亡命した貴族たちの帰国を許し、王党派、ここで王党派が出てくるんですね。王党派とジャコバン派といった前歴を問わず有能な士を軍や行政に投与し、政治的な和解を推進した。その一方で体制を覆そうとする者には容赦せずに弾圧した。ものすごい強権な人だったんですね。でナポレオンの大統領の、このナポレオンのその座を狙う人たちは相次いでいて、王党派なんかもやっぱり、まあ、もともと低い身分だったので、自分よりもか、身分の低いナポレオンに、あのやっぱり王党派、そのもともと随分もともと王様の血筋を持った貴族たちが、まあ、やっかむわけですね。で、そこでその王党派たちも1800年とかに、爆弾、そのフランス銀行が設立したと、1800年にフランス銀行を設立した時代とらへんにはもう爆弾テロなんかを起こしてると。で1804年に3月フランス王族アンギャン公ルイ・アントワーヌを処刑すると。王
王を裁く欧州諸国の反ナポレオンの感情を呼び覚ますのに十分だったと、この事件が。でな、そう、アンギャン・コールイ・アントワンの処刑が、まあ、周りの王様たちにものすごい、なんじゃいこいつはナポレオンめっていう、反ナポレオンの感情が高まったということですね。でそれによってその暗殺未遂なんかがあり、その反発から独裁色を強め帝政の道を突き進んでいくことになるということですね。はい、ちょっとここから少し先進めます。まあ、結構まあハイチの革命なんかで結構めちゃめちゃ強いって言われてたナポレオン軍でも割と負けてますね。はい、これちょっと皆さん後で調べてください。ここではあんまりここでは割愛させていきたいなと思います。はい、次、皇帝ナポレオン。1804年5月、国会の議決と国民投票を得て世襲でナポレオンの子孫にその位を継がせるという皇帝の地位についたと。皇帝の地位につくにあたって国民投票を行ったのことはフランス革命で生まれつつあった民主主義を形式的にしても守ろうとしたものだったとする見方もあったと。まあ建前としては、それまでフランス革命で起こって、いや俺たちにも選挙させろよっていう雰囲気があり、 あったにもかかわらず結局は世襲だったと。世襲で自分、まあ、皇帝なんでほぼ独裁政権ですね。一応建前としてはそういった国民投票をしますという。まあここからさっきも言った通り軍議会資本制っていうの、最初にまず資本制というものをフランス銀行っていうものを設立し、資本制壊滅的だった工場を建て直し、まあ、まず資本のぐるぐるは回ると。でそこに必ず必要だったのは教育であったと。でその次に国民投票を行うようにし、議会制というものを大体の形は作ったみたいですね。で、フランス、1804年12月2日にはフランス人民皇帝としての、戴冠式が行われた。英雄が独裁的統治者となったこの出来事は多方面にさまざまな衝撃を与えたと。そりゃそうっすわね。で戴冠式には教皇ピウス7世も招かれていた。それまでオスマン帝国やロシアを除く欧州の皇帝は教皇から王冠をいただくのが儀礼として一般的な形であったが、ナポレオンは教皇の目の前で自ら王冠をかぶった。この行動は欧州に自由の革命精神を根付かせるにあたって、帝冠は血筋によってではなく努力によって帝冠、なんてこのように再冠される時代が来たことを示すということと、政治の支配のもとに教会を置くということの2つの思惑が絡んでいると考えられるという注釈が入ってますね。でナポレオンはここで官僚や大臣に置くの多くの政治家、官僚、学者などを登用し、自身が軍人であるほかに国防大臣ののみに軍人を用いたと。ここから絶頂期に入りますね。ナポレオンはイギリス上陸を目指したドーバイ海峡に面したブローニュに大軍を集結させた。イギリスはこれに対してオーストリア、ロシアなどを引き込んで第3次フランス同盟を形成し、プロイセンは同盟に対して中立的な立場を取ったものの、イギリス、オーストリアからの外交の手は常に伸びており、ナポレオンはこれを中立のままにしておくためにイギリスから奪ったハノーファーをプロイセンに譲渡するのを約束したと。ハノーファーってこれ有名ですね。昔サッカー選手の酒井宏樹とかがドイツのブンデスリーガーのチームなんですけど、あ、今もいるのか。じゃあ酒井宏樹はもうフランスのあそこ行ったんだ、マルセイユに行ったけど、今は
原口元気がハノファーいますね。もともとこれはプロイセンのものだったんですけど、まあ、今はドイツのになってるんですけど、もともとはイギリスのもので、プロイセンがその、同盟に中立な立場を取っていたものの、イギリスとか、オーストリアがこれ欲しい、ハノファ欲しいと、ハノファをこう囲っていたのを、ナポレオンがそのプロイセンと戦争したくなかったので、でハノファを返してあげたと。でまあここから戦争、またイギリスに上陸作戦が失敗したりとか、でそこでまあナポレオンはこの敗戦、トラファルガーの海戦で負けたのにもかかわらず、まあこの敗戦の方を握りつぶしたりとか、まあいろいろとやってるわけですね。でまあいろいろと勝ったり負けたりしながらも、まあそこら中で戦争してるわけですね。でダーッといくと、もう帝国いろいろと勝ったり負けたりはしたものの、進軍し、あの支配権は広げていったわけですね。ちょっとこれはまた割愛させてもらいます。ちょっと長いんで。で次、帝国崩壊へと。1808年、ナポレオンはスペインブルボン朝の内紛に介入し、ナポレオン王につけていた、ナポリ王についていた兄のジョセフは今度はスペイン王に、まあ、この人ナポリ王、兄ちゃんをスペインの、ナポリの王様にして、イタリアのナポリ、今はイタリアのナポリなんですけど、昔は国が分かれていたので南フランスですけど、それ兄ちゃんに王様になってもらったと。で 次はこのスペインで内紛が起こってから、じゃあ兄ちゃん次あの、スペイン行ってスペインの王様になってってしたんですね。でまあそこで虐殺をしたりとか、まあこれ有名なのがゴヤの絵画ですね。あの教科書で見ることもあるんですけど、どっか